ヒンドゥーはアメリカ合衆国のサラブレッドの競走馬及び種牡馬。19世紀のアメリカ競馬において18連勝を記録し、また1881年のケンタッキーダービーなどに優勝した。1955年にアメリカ競馬殿堂入りしている。1878年にエルメンドルフファームで生まれた影の大馬である。2歳のシーズン中にマイクとフィルのドワイヤー兄弟によって購入され、馬主名義がドワイヤーブラザーズステーブルへと変更された。デビュー当初の調教師はエドワード・ブラウンで、名義変更後はジェームズ・ロー厩舎へと転馬やしている。2歳時はデビューから7連勝し、後に同年のアメリカ最優秀2歳牡馬に選ばれている。3歳時においても5月から8月のわずか3ヶ月間にステークス競争を18連勝する大活躍を見せた。もしこの当時にデッドヒートが存在していたら19連勝でもあったとされている。1881年9月1日のシープスヘッドベイステークスで3着に入り、ヒンドゥーの連勝はここで止まった。連勝した競争の中には、ケンタッキーダービーも含まれていた。単勝4倍に支持されたヒンドゥーは、スタートから先頭に立って走っていたが、ちょうど半分に差し掛かったところで、レクセクスという馬に先頭を奪われた。その様子から、多くの観客がヒンドゥーの敗北を危惧したが、ヒンドゥーはカーブに入ったところでレクセクスを再び追い越した。鞍上の J マクラフリンが鞭を2回入れると大きく駆け出し、2着レクセクスに4馬身差をつけて優勝を手にした。4歳でも6戦して5勝を挙げている。中でも同年のコニーアイランドカップでは、古豪パロールを破っての勝利であった。4歳のシーズンをもって引退、生涯で35戦30勝2着3回3着2回の成績を残した。稼いだ賞金総額$71,875は、それまでのアメリカ競馬史上の最高額であった。種牡馬としては、現役時代ほどの成績を収めなかったが、代表3区の1頭ハノーバーは、ヒンドゥーの獲得賞金記録を上回る$118,887を稼ぎ出すなど、大いに活躍した。また、ハノーバーは、種牡馬としても成功し、4年連続して、リーディングサイヤーを取るなど、当時のアメリカ競馬界に多大な影響を及ぼした。ただ、ハノーバーから続いた不景は20世紀中に衰え、競走馬の世界では、現在すでに残っていない。ハノーバー以外の主な3区に1888年生まれの牝馬、サリー・マクリランドがおり、アラバマステークスなどに優勝している。1955年、アメリカ競馬名誉の殿堂博物館は、アメリカ初の殿堂馬選定を行い、その中の一頭として、ヒンドゥーを選出した。当時は、グレード制未導入母フローレンスは、1880年のケンタッキーダービーを制したホンソの半姉にあたる。ありがとうございます。